メンズエッグやアゲハなどの人気ファッション誌を賑わせているお兄系お姉系といった若者たち、その生態を調査する今回学校へ行こうは、渋谷に集まる若者を対象としたクイズ大会を企画、高額賞金を餌に彼らを呼び寄せることに。そして迎えたロケ当日、果たしてどんな若者が集まったのか。それでは早速どんな出場者が集まっているのかちょっと覗いてみましょう。はい、うわーなんか、うわーなんか懐かしい感じがするね。これ何、これ噴水状態ですよね。うわー黒いなー、うわうわうわ、これネバーエンディングストーリーですね。これもうちょい勇気出していきます。うわー、ダンゴムシみたいなもんね。かわいいね。お兄系視線の先はダンゴムシ。ダンゴムシ、これは AD のね、クリちゃんですけど。クリちゃんです。いいっすねこの煽りのクリちゃん。タイランドもね、なんか不満そうだ。不満そうですねクリちゃんね。ん、ああ誰か来ましたね。受付ここでいいっすか。あ、どうぞ。ウィース。ウィース。出ました。ウィース。じゃあ、マンケード答えてもらっていいですか。これ。うわ。これ本名でいいですか。名前でも。大丈夫ですか。なんでも。あ、いいですか。クリちゃん。クリちゃん適当すぎるよ。間違いなくタイにはいないからね。こういう人間。好きな言葉平和。平和はあってこそやっぱりね、俺らみたいなね感じのやつもね生きる場所があるみたいな。ああいいから早く帰ってもらっていいですか。すごいなクリちゃん。そうだよな、彼が初めてじゃないんだもんクリちゃん。そうだね、うん、こんだけの受付をしてる。そうですよ、クリちゃんの怒りが増すたんびに光が増してるからね。戻りました戻りました。どんどん来るな。これ確認ですけど寝癖ではないんですよね。多分セットしてるんでしょうね。え、のんちゃんフライング、のんちゃんフライング。うるせえ。クリちゃんちょっと後ろ騒がしくなってきたからちょっと怒ってよ。タイの暑さはこんなもんじゃないからな。かっこいい。すげえ。タイの暑さ。何に怒ってんだよ。暑い時はこう言うんだよ。おかしいですよ。じゃあ全員でサーディーカップ。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 コプンカラー。なんなんだよこれ。なに、どうしたの。どうしたこの見つめ合いは。どうしたんだよ、これ。受け終わりましたか。じゃあ後ろ行ってください。はい。立っていいですか。この人たちと一緒にクイズをやるわけですよね。そうですね。大変なことになりますね。見た目よりは可愛げがあることが分かったところで、いよいよ彼らの知識レベルを測るクイズ大会がスタート。題して目指せアゲアゲ奨学金クイズチャラ男ネオ。チャラ男の人生を変えるかもしれないチャラ男ネオ。さあ今回はですね、より多くの若者たちに奨学金を持って帰ってもらいたいと思いまして、クイズの方死ぬほど優しくしました。そうですね。そう、今回は中学生レベルの英語を中心に出題。一発勝負のクイズに見事正解すればなんと奨学金5万円。逆にもし不正解の場合は世間の厳しさを知ってもらうため奈落の底へ。それではまず最初の挑戦者はこちらの方です。学校へ行こうはユニリーバとご覧のスポンサーの提供でお送りします。自己紹介お願いします。
池沢ファミリーから来ました、りょうたです。ちょっと質問していいですか。どうぞどうぞ。アンケートによりますと、うん、悩みの欄にですね、はい、顔だけ見てあだ名をつけられたことって書いてあるんですが、おどんなあだ名なんですか。うん、あだ名、昔黒いはんぺんって言われました。横から見ると真っ平らなんです顔が。本当だね。はい、ちょっと横向いてもらっていい。ちょっと横向いてもらっていい。本当だね。それでは秋明奨学金を目指して5万円をかけた問題。英語で2は2では12は、うん、よし、これいけるよ。いけるだろ。2は2だよ。順番数えて、数数えて、数えて、数えて、数数数数数数数で落ちちゃった、数で。続いての挑戦者はイベサーバイエルンのユキと友達のサユリで、ユキにはちょっとした自慢が。自慢できるところの欄にですね、はい、長澤まさみさんと地元が近いと。え、もう超近いよ。なんか、はい、長澤まさみの自宅まで車でププイと 4,50 分ぐらい。なるほど。え、なんか半分薄くない？半分ぐらいんだけど。いや、これ調整るだけど。なんなの。地元で会ったことあります。うん、え、なんか年越しぐらいの時にお母さんといるところをローソンで発見した。え、声かけた。え、声、あー、オーラ的に無理だった。それではアゲアゲ奨学金を目指して問題。豚は英語でピッグでは、馬は英語で何。英語かんない。よく見やれてるよ。気持ちいい。さっきから気になってたんですが、はい、このボタンは何なんですか。もしこいつ奨学金を出す必要はないなとそういうやつが出ました場合、はい、このボタンを押していただければ一瞬でいなくなります。いや、僕の番なんで。そうです。わかりました、わかりました、はい、はい。それでは続いての方どうぞ。さあ、自己紹介お願いします。ファミリー所属の徳典とファミリーのちゃんだよ。あ、無意識に押してました。無意識に。続いての挑戦者は受付で AD にビビりまくっていた大地くん。果たして奇跡は飛び出すのか。え、大地くんもシルバーバレット。おお、マジっすか。一応やってます。しかもなんか最終兵器って呼ばれてるんだ。顔が最終兵器。あ、やばいんですよ、笑った時が。笑ってなくても結構やばい。いや、頑張ってね、今日。このまま行ったらね、誰もいないですからね。そうなんだよ、そうなんだよね。頑張ってください、はい、それでは、アゲアゲ奨学金を目指して問題。春は英語でスプリングでは、秋は英語で何。ゆっくり考えて。知ってるんですけど。知ってる。知ってるんですよ。知ってるんだよね。知ってるんですよ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。サマーと、うん、スプリングと、ウィンターと、秋は。秋が。お答えください。どうぞ。頑張れ。ドライ。落ち玉がね。続いての挑戦者はイベサークラブハートのカオルくん。その独特の喋り方で坂本の心をわしづかみにする。イベサークラブハートのカオルです。ポリシーはなるべくコンクリートの上を歩かない、うん、なるほど。よろしくお願いします。サクさん、彼のためにもっと優しい問題お願いします。そうですね、持って帰ってよ。それではアゲアゲ奨学金を目指して問題。数字の1は英語で何。お
よく考えてよ。これ大丈夫でしょ、落ち着いて。よく考えて。考えて。おねえ。ほんとちょっとしたボタンのおかけ違いですよね。続いての挑戦者はイベサービビッドの先輩後輩コンビで、タネ先輩にはある秘密が。イベサービビッドから来ましたマーチです。今日はタネ先輩と一緒に頑張ります。先輩テンション低いですけど先輩お名前なんて言うんですか。タネです。タイヤ。タイヤつらタネ先輩男ですか。違いますよ。女ですよ。何？でもあの資料によりますと本名は清水大輝。うるさい。男でしょ。いやだ違う。印刷ミスか。ミスじゃないと思うんですけどね。ちゃんと清水大輝って書いてある。ちょっと確認してもらっていいですか。俺ですか。つらい。超つらい。俺もつらい。それではアゲアゲ奨学金を目指して問題。先行きが見えない状態を表す四字熟語で最初に5がつくものといえば何。先輩無理です。国語先輩これは先輩ですから。国語系得意じゃないです。5年後4